これからもっともっとやれるような選手じゃないですかね。視野も広い選手なので、もう毎試合ごとにレベルアップしてて、足とかが速い、たくさん走ってて、すごいなんかプレーを見てるとこっちまでこう気持ちがこう伝わってくるっていうか、一番こう光って見えたっていうか。まさに今光り輝く存在となっているのが19番島村拓也選手です。岡山県備前市出身でプロ7年目の24歳、今シーズン J3 の FC 今治からロアッソに仲間入りしました。その島村選手を象徴する試合といえば、6月の藤枝との一戦。ゴールだけではなく、この日は切れ味鋭いスルーパスも。まさにロアッソのチャンスメーカーとして4得点すべてに絡む大活躍でした。でも本人が一番印象に残っている試合は、まあ、やっぱりロアッソに来て、その自分が初めて来た J2 初ゴール決めた試合ですし、それで試合も今シーズン初勝利に貢献できたっていうことなので。3月の大宮戦、スタメン出場で先制ゴールをマーク、チームのシーズン初勝利をもたらした島村選手、実は海外でのサッカー経験もあるんです。やっぱり日本と文化とか食事とかも全部違うので、そこはやっぱり苦労しましたね。京都サンガ FC に所属していた2019年にサッカーの本場ブラジルのロンドリーナ EC へ期限付き移籍。やっぱり向こうはやっぱハングリー精神っていうのがすごい高いし、競争率も高かったので、やっぱり一日一日が勝負だと思うので、そこがやっぱり今のあれに生かされてるかなっていうのは思います。そんな島村選手について大木監督がある裏話を明かしてくれました。で、私が熊本来た時に、まあ、一度呼んだんですよね。そう、でも断られてどんな理由で断られたんですか？俺のこと嫌いなんじゃないかな。なぜオファーを断ったのか真相を直撃すると、今治とすごく悩んで今治の方に行っちゃいました。新しい場所で知らないところで一人で挑戦してみたいなっていう気持ちが強かったので。一度はオファーを断ったものの、昨シーズンの試合を見て気持ちが変わっていったといいます。 J2 で快進撃みたいなのを見てて、自分もこの位置になれたらいいなと思ってて、そんな時に大木監督から2回目のオファーが。オファーをもらった段階でもうすぐに行きたいなっていう気持ちになりました。良かったと思いましたけど、まあ、思いは伝わったかどうかそれは分からないですよ。でも監督、思いはしっかりと伝わっていましたよ。また一緒にサッカーさせてもらえるってことで本当に嬉しくて、まあ、素直に嬉しいっていう気持ちでした。今やロアッソに欠かせない存在となった島村選手、週一でご飯に行くという同期入団の大本選手に印象を聞いてみると、最初の方はだんだん人見知りで全然まあ話してくれなかったですけど、オフの日も一緒にどっか行ったりすることもあるぐらい仲にはなったので、今では息子も懐くくらい家族ぐるみの付き合いをしているという大本選手。まあ、可愛いですよね。なんかあんなにやっぱ坊主があんなに似合うってないと思うし、まあ、目もクリクリ綺麗な目してますし、まあ、発言もまあなんか年下っていうのもあるんで、まあ可愛いです。推しメン恒例のサポーターからの質問コーナーでもヘアスタイルが話題に。
美容室に行ってる頻度を知りたいです。あ、美容室は行ってないですね。あの自分でバリカン持ってるんで、それで家でやってます。自分で。どのぐらいの頻度で？あ、でも 2,3 週に3週間に1回とかぐらいですかね。後ろとかやるの難しくないですか？後ろとかはそのなんか自分の家 の, なんかそのサイドミラーみたいなんで見ながらやってます。自分の家 の, なんかそのサイドミラーみたいなんで見ながらやってます。ちなみに頭は触ったことある？いや、ないです。ないです、ないです。触りたいとか触りたい触りたい。せっかくなので他の質問も聞いてきました。好きな言葉は何ですか？いや、好きな言葉って聞かれるんですけど、本当になんかないっすね。あ、でもなんか高校監督に言われたのは、その一瞬一瞬をプレーしろっていうのは言われましたね。まあでも印象に残ってるんで、それでもし塩村選手が生まれ変わるなら何になりたいか。サッカー選手だったらやっぱりメッシ選手ですかね。何でもできるじゃないですか。やっぱり点も取れますし、そのアシストもできますし、もうなんか見ていて楽しいし、それで結果も残せる選手なので、自分がああいう選手になってみたら相当なんていうんですか、楽しいんだろうなっていう。うまくいくことだけじゃないなっていうか、まあ、挫折がやっぱり多かったので、まあ、苦労することがまあたくさんだったんですけど、まだこうしてプロという舞台でサッカーをやれてるっていうことに感謝しながら、毎日全力で頑張っていきたいなっていうのは思ってます。まあ、それが一番だと思いますね。だからまあ、あとはもうフィニッシュのところですね。もう少し手で上げていけばまた怖さが増しますし、もう継続されると思います。伸びる選手だと思いますね、はい。一瞬一瞬のプレーを大事に、日々努力を重ねる島村選手。プロの舞台で輝くメッシのように、これからは僕が憧れって思ってもらえるような選手になっていきたいです。